はい、それでは定刻になりましたので、ただいまから市長定例会見を始めさせていただきます。会見時間は1時間を予定しております。本日の発表内容に入る前に2点お話をさせていただきます。まず1点目として八丁味噌の GI 制度登録についてでございますが、皆様ご承知の通り、かねてから本市の老舗八丁味噌製造業者1社が生産地を愛知県とする現在の GI 登録の取り消しを求めて提訴しておられますが、3月8日に知的財産高等裁判所の判決があり、一審の東京地裁における却下と同じく訴えが棄却されたと報道等でお聞きしております。八丁味噌のふるさとであり本家本元である岡崎市の八丁味噌が現在に至っても地理的表示の保護を受けられていないという事実に寂しさを禁じ得ません。本市の八丁味噌の GI 登録につきましては市議会と連携して3回にわたり要望書を提出してまいりました。また昨年12月には八丁味噌製造2社の敷地の町名を八丁味噌の文字丁の字を使用する八丁町に変更回復いたしました。今もなお伝統的製法を守り続ける老舗2社の立場や市民の気持ちに寄り添いながら、今後も発祥の地として八丁味噌の名称を変わらず使い続けられるよう支援してまいりますということでございます。2点目、続きまして大河ドラマ館応援隊の設置についてご案内をいたします。大河ドラマ館がオープンして約2ヶ月が経ちました。1月8日のパブリックビューイングで本市が相当話題になった効果もあり、まもなく来館者10万人を達成できそうなところまで来ております。ドラマの舞台は今後岡崎を離れ浜松江戸へと移っていくことが予想されますが、引き続き多くの方にドラマ館へ来ていただくこと、そしてこの機に本市の歴史的魅力を広く発信し、本市のファンを増やすこと、大河ドラマ終了後も本市に興味を持ち続けていただけること、これらを進めていくために、この度、岡崎大河ドラマ館応援隊を組織することといたしました。応援隊のメンバーには、一定数以上の歴史愛好家のファンをお持ちの方や、過去に他のドラマ館でも PR 役を務めた経験がある方にお願いする予定でございます。まず隊員第1弾として歴史をテーマにした楽曲の配信ライブ等を行っている女性デュオ桜由紀さんと平成23年の結成以来常に岡崎を PR していただいているグレートイヤス校青井部正太さん、そして大河ドラマをめでる会など多彩な歴史活動を展開中のフリーアナウンサー小川早苗さんにお願いいたします。3月17日の金曜日に大河ドラマ館前で委嘱式を行い、以降はご自身の SNS で本市の歴史的な魅力を発信いただくことや本市が主催するイベントにご参加いただくことなどをお願いする予定でございます。今後桜由紀さん、グレートイヤス校青井部正太の他にもいろいろな方のお力をお借りして、イヤス校生誕の地であり若き日に天下統一への礎を築いたこの岡崎を盛り上げてまいりたいと思います。詳細につきましては本日の報道発表資料をご覧ください。冒頭私からのご案内は以上となります。それでは本日お知らせをしております4月1日付の人事異動についてご説明をさせていただきます。令和5年度の組織改正の追加についてということでございますが、まずこちらからです、はい、令和5年度の組織改正につきましては昨年11月18日に公表させていただいたところでございますが、追加の組織改正をお手元の資料の通り行うことといたしました。改正の概要といたしましては、新型コロナウイルスワクチンとそれ以外のワクチン接種を一元的に管理し接種の推進を図るため、新型コロナウイルスワクチン接種推進室をワクチン接種推進室に変更するとともに、保健予防課の予防接種係の業務を当該室に移管し、予防接種1係と予防接種2係の2係体制とします。改正時期は令和5年4月1日で、追加改正を含めた最終的な部下等の数の増減についてはお手元の資料の通りでございます。引き続き令和5年4月1日付の職員人事異動についてご説明いたします。本日令和5年4月1日付人事異動の内示を行いました。
人事異動の規模といたしましては、部長級職員11人、担当課長級以上が16人など、合わせて154人が3月末で退職することから、その補充などに伴う総勢897人の異動となりました。異動に際しましては、第7次総合計画の総合政策指針に掲げる本市の将来都市像、一歩先の暮らしで三河を開く中枢中核都市岡崎を実現するため、事務事業を停滞させることなく、さまざまな課題に迅速かつ的確に対応できるよう、機動性や効率性に配慮しました。また、今年度の組織改正では、市民の安全安心を守るための施策を継続しつつ、行政を取り巻く環境の目まぐるしい変化や、多様化する市民ニーズに迅速かつ的確に対応し、着実に成果を上げられるよう、限られた行政資源を最大限に活用し、簡素で効率的な体制づくりを行うことを基本的な考えとして実施いたしました。具体的には、スマートでスリムな行政運営体制の構築のため、スケールメリットを生かした組織運営を行い、少人数係の業務の統廃合等による係の統合等の推進、職員のワークライフバランスを考慮した係の構築を図っております。また、女性職員の登用につきましては、部長に次ぐ次長級に2名、課長級に5名、副課長となる主幹級に4名を承認させております。全体的には副主幹級以上の管理職において女性が占める割合は昨年度よりも向上し 29.5% となっております。詳細につきましては後ほど総務部長より説明いたしますのでよろしくお願いいたします。引き続き監査委員の選任についてご説明いたします。この度監査委員岡島譲氏から一身上の都合により令和5年3月31日をもって辞職したい旨の申し出がありましたので、これを受理することとし、岡島氏の後任に高橋重永氏を選任する議案を市議会定例会の最終日3月22日に同意議案として上程させていただきます。なお高橋重永氏の経歴等につきましてはお手元の発表資料の通りでございますのでよろしくお願いいたします。引き続き副市長の選任についてご説明いたします。山本公則副市長が令和5年3月31日をもって任期満了となりますので、その後任といたしまして引き続き山本公則氏を選任する議案を市議会定例会の最終日3月22日に同意議案として上程させていただきます。なお山本公則氏の経歴等につきましてはお手元の発表資料の通りでございますのでよろしくお願いいたします。引き続き水道事業および下水道事業管理者の任命についてご説明いたします。伊藤茂管理者が令和5年3月31日をもって任期満了となりますので、その後任といたしまして引き続き伊藤茂氏を任命することといたしました。なお伊藤茂氏の経歴等につきましてはお手元の発表資料の通りでございますのでよろしくお願いいたします。私からの説明は以上でございます。それでは、これをもちまして市長定例会見を終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。